タレントや俳優として長年活躍している石田純一さん。この記事では石田純一さんの学歴、大学、高校、中学校、小学校、と出身校の偏差値、生い立ち、芸能界デビューのきっかけをご紹介します。目次、石田純一の出身大学、早稲田大学、石田純一の大学時代と芸能界デビューのきっかけ、石田純一の出身高校、東京都立青山高校、石田純一の高校時代、石田純一の出身中学校。石田純一の中学校時代、石田純一の出身小学校、目黒区立不動小学校、石田純一の小学校時代、まとめ、石田純一のプロフィール、石田純一の出身大学、石田純一さんの出身大学は早稲田大学商学部です。早稲田大学商学部は偏差値68の学校です。早稲田大学、学校名早稲田大学、学科、コース商学部、偏差値68、所在地郵便番号 169-8050 東京都新宿区戸塚町1丁目104。最寄り駅高田馬場駅、JR 山手線。公式サイト https://www.waseda.jp/top/著名な卒業生吉永さゆり、東国原秀夫、田森、中退、箕輪遥かほか。石田純一の大学時代と芸能界デビューのきっかけ、高校卒業後、石田純一さんは早稲田大学商学部に進学します。早稲田大学商学部は、偏差値68の学校です。石田純一さんの頭の良さが伺えますね。しかし、大学在学中に演劇に興味を持った石田純一さん。演劇を学ぶためアメリカへ留学。そのため、大学は中退してしまいます。帰国後は、本格的に演劇を学ぶために、演劇集団、連に入団します。そして、1979年に NHK のドラマ、アメリカ物語、で俳優デビュー。1980年代には、多くのトレンディードラマに出演し、人気俳優となりました。石田純一の出身高校。石田純一さんの出身高校は東京都立青山高校です。現在の青山高校は偏差値71の超進学高校です。東京都立青山高校、学校名東京都立青山高校、学科、コース普通科、偏差値71、所在地郵便番号 150-0001 東京都渋谷区神宮前 2-1-8。最寄り駅外苑前駅、地下鉄銀座線、著名な卒業生草刈正雄、中本浩二、石田ゆり子、滝川クリステルほか、石田純一の高校時代、東京都立青山高校出身の石田純一さん。石田純一さんが通学していた頃の青山高校も、都内でトップクラスの進学校です。卒業生には、草刈正雄さん、中本浩二さん、石田ゆり子さん、滝川クリステルさんなどがいます。石田純一さんは、高校は野球部に所属し、エースで4番打者として活躍しました。頭も良くてスポーツ万能だった石田純一さん。学校ではモテモテだったこと、間違いなしですね。石田純一の出身中学校。石田純一さんの出身中学校は、目黒区立第四中学校です。この中学校は、平成27年に閉校していて、現在は目黒区立第三中学校と統合しています。学校名目黒区立第四中学校、所在地郵便番号 153-0064 東京都目黒区下目黒 6-18-2、最寄り駅学芸大学駅、東急東横線、著名な卒業生岩垂かれん、プロスノーボーダー、鈴木優、プロ野球。石田純一の中学校時代、中学校では野球部に所属していた石田純一さん。今の石田さんからは、野球をする姿は全く想像できませんね。
実は、石田純一さんは熱狂的な阪神タイガースのファンであることで有名です。野球の知識も豊富で、プロ野球中継の解説をしたこともあるそうです。また、野球の腕前も相当すごいらしいですよ。石田純一の出身小学校。石田純一さんの出身小学校は目黒区立不動小学校です。目黒区立不動小学校。学校名目黒区立不動小学校。所在地郵便番号 153-0064 東京都目黒区下目黒 6-11-35。最寄り駅学芸大学駅、東急東横線。著名な卒業生鈴木優、プロ野球。石田純一の小学校時代、1954年1月14日生まれ、東京都、目黒区出身の石田純一さん。お父様は、元 NHK アナウンサーの石田武さん。オリンピックの解説や、アポロ11号の月面着陸の実況を務めた有名なアナウンサーだったそうです。お母様は、ピアノが大好きで育ちのいいお嬢様だったそうです。石田純一さんの出身小学校は、東京の目黒区立不動小学校です。小学生の頃の石田さんは、運動神経が抜群で野球に熱中する少年でした。また、お母さんの影響で、ピアノを習っていたそうです。まとめ、石田純一さんの学歴と、出身校の偏差値をご紹介しました。今は、俳優業より、バラエティ番組の、タレント業の方が目立つ、石田純一さん。いつの時代でも、活躍しているのがすごいですね。芸能界でも、人生でも、波乱万丈な石田純一さんに、これからも注目していきたいですね。石田純一のプロフィール、石田純一のプロフィール。生年月日、1954年1月14日。出生地、東京都目黒区。身長、177センチメートル。血液型、A 型。所属事務所、スカイコーポレーション。